東京競馬第2レース、サラブレッド系2歳未勝利、芝 1600m、 15頭が出走します。3番デルマシャンゼリゼは横山和夫騎手から北村博騎手に乗り換わっています。芝コースコンディションは良、芝は A コースを使います。曇り空の下、15頭の枠入りは11番のジェイコブでしょうか、少し渋ります。ジェイコブ、そして7番のギフトオブアートが偶数番号、奇数番号のゼッケンでまだゲートに入っていない馬たちです。ゲートの直後まで来ている11番のジェイコブ、一旦ゲートの後ろで一周回って再びゲートへと抜き直って促されます。鞍上松岡騎手、そして係が数名集まって促しますが、もう一歩というところで尻っぱねを見せます。おっと、少し尻っぱねを2度3度と見せました11番のジェイコブ、ゲートインを渋ります。ジョッキーが降りました、一旦ジョッキーが降りました。ジェイコブです、かなりテンションが高まっているようです。11番のジェイコブが落ち着く意味も込めてか、一旦ジョッキーがゲートを降りて、ゲートから少し離れたところ、再び松岡騎手がジェイコブへと駆け寄って今騎乗します。この枠入りを待っているのは7番のギフトオブアート、そして偶数番号のゼッケンの馬たち。さあ、11番のジェイコブ、再びゲートへと促されます。今度は入りました。その他の馬の各馬の誘導が始まります。上空は一面の雲、昨日は夏を思わせる陽気でしたが、昨日とは一変、秋の涼しい空気が流れている東京競馬場です。やや湿気を感じます。風はごくごく緩やかに3コーナーから1コーナーの方向へと流れています。さあ、枠入り最後は13番です、マイネル・グナーデ。これで15頭のゲートインが終わりました。スタートしました。ややばらついたスタート。先行争いは6番プライムがわずかに出ていきます。プライム先頭、2番手横一線で12番アントリューズ、1番ダンサーバローズ、外14番プラチナポセイドン、これらが2番手グループ。5番手9番リサオブザナイル、2馬身差の6番手につけました7番ギフトオブアートです。内は4番クイーンズウェイ、外8番南洋新月、中段でこれに接近は10番のラビングウェイ。残り1200を切って3コーナーを目指していきます。後方グループは2番スカテナート、3番デルマシャンゼリゼ、このグループ11番ジェイコブ、13番マイネルグナーデ、後方から内を回って押し上げる5番のニューデイズゾーンと15番のシゲルネコライトです。3コーナーに入っています。短期先頭を抜けました6番のプライム先頭です。 3,4 コーナー中間でリードは3馬身、残り800を今切ります。2番手が14番プラチナポセイドン、3番手12番のアントリューズで4コーナーのカーブに差し掛かります。4番手内1番ダンサーバローズ、外9番のリサオブザナイル、4コーナーその外へと進出は7番のギフトオブアートです。4コーナーカーブから直線コースへと向きます。先頭6番のプライム、依然リードを2馬身保っています。2番手14番のプラチナポセイドンを押しています。3番手が12番アントリューズ、400を切って坂を上ります。3番手グループの一角に9番リサオブザナイル、内は1番ダンサーバローズです。さあ、6番プライムリードがなくなって、3番手から12番のアントリューズが伸びて坂の上り、アントリューズ先頭に変わる。内は14番プラチナポセイドン2番手、残り150追ってきた7番のギフトオブアート、9番リサオブザナイル、これが3番手争いです。抜けました。12番のアントリューズ先頭、12番アントリューズ合流、2着14番プラチナポセイドン、3着争い接戦、9番リサオブザナイルか6番プライムか、7番のギフトオブアートもこの3番手グループの圏内ですが、やや体勢はどうでしょうか。道中3番手追走から12番のアントリューズが抜け切りました。直線残り400を切ってから坂の上りでエンジン点火、一気の伸びで前をかわし去って抜けました。12番のアントリューズが初勝利をマークです。デビュー2戦目のロードカナロアタンク、騎乗していたのは戸崎圭太騎手です。
14番プラチナポセイドンが2番手追走からの2着、3着争い広がりました。先行した6番のプライムに接近、9番リサオブザナイル、そして7番のギフトオブアートですが、3番手争い再生どうか。勝ちタイム1分35秒1、上がりゴールまでの 800m は47秒4、600m34秒7です。